こんにちは。佐賀市で昨夜、恒例の川上京花火大会が開かれ、およそ2500発の打ち上げ花火と迫力ある手筒花火が訪れた人たちを魅了しました。昨夜開催された佐賀市大和町の川上京花火大会、およそ2500発の打ち上げ花火と120発以上の手筒花火が大会を盛り上げました。手筒花火を行ったのは地元有志の団体肥前大和手筒組の18人です。メンバーは激しい炎を放つ手筒花火を火の粉をかぶりながら抱え、人々を引きつけました。綺麗だった。もう迫力すごかったし、めちゃくちゃ綺麗でした。素晴らしい、とても素晴らしいです。大きいでしょうね。とても楽しかったです。